じゃこんにちは。はい。さあ、ゆたかさん。なんだよ。今朝、もうほんとほやほやです。ちょっと待ってくれ。俺の変わってるさ、写真ばっかり使われるんだよ。あれが気に入ってるとでも思ってくれてるんだね。デイリーさんとか、デイキャストさんとか、ワンパターン化してきてますね。そうなんだ。あれやっぱこう、回し遣いしないでね、いろいろ。じゃないと、俺らなんか楽しみがなくなる。そうですよね。あ、またこの写真じゃないみたいな。つまらないってなっちゃいます。これしかないみたいじゃないみたいな。だから一番いい写真を使ってくれてたらあれになっちゃったんですよね。そうだからヨン様とかもたまに出してほしいよな。そうですよね。ヨン様もどき、ヨン様もどきとか、あと他ね、いろいろあればぜひバリエーション豊かにしていただけると見る方もちょっと楽しいかなって、上がるかなと思うんですが、そう、上がるといえばですよ、もう今朝ほやほやビッグニュース入ってきました。沢村投手日本球界復帰です。ロッテね、ロッテ復活です。ロッテって言ってたもんね、ここでね、ここでロッテしかないだろう。まさにですよ。で、まあ吉井監督になってね。そうです。やっぱこう、まあ、よく知ってるよね、沢村のこともそうだし、まあ、沢村も吉井、まあ、ピッチングコーチだった人が監督になったっていうことからすると、やっぱりやりやすさはあるよね、多分ね。そうですよね。で、一応複数、まあ、メジャーも含めて複数の球団が沢村投手にアピールをしていたと、うちに来てほしいと。それは分からない。いや、そこなんか俺疑いがあるな。本当かお前みたいな。ロッテしかなかったんじゃないのみたいな。まあでも中でも一番やっぱりいい条件というか、その熱意を感じたのがロッテだったと言われてますけれども、まあ沢村もね、飛んでるというか、はい、そのぶっちゃけたところがあるから、うん、まあそういう気持ちが伝わるっていう面ではね、計算ではなくて、はい、やっぱこう吉井監督の下でやりたいとか、うん、そういう気持ちがまあ芽生えたんだよね。芽生えたというか、まあそういうなんかこう気持ちが伝わるやつだよ、あいつはね。だからすごくいいやつなんだよ、沢村投手。うん、そうそう。だからお前の力が必要だみたいなことを言われると、はい、やっぱ心がなびくというかさ、まあそういうタイプの人間だと思うしね。まあそういう人間じゃないとやっぱああいうところで仕事がなかなかできないよ。そうですね。ここというところの場面ですよね。そう。だからまあそういう意味では。あ、よかった、まあ、いい球団に入れたなって、戻れたなっていうね、まあそれがやっぱ第一印象だし、あ、やっぱりそうかっていうね、こともあるし、あれなんか複数球団みたいな書いてある、あ、これは嘘だろみたいな。もう分かるし、今ね、分からないけどね、分からないけども俺はもう最初からロッテっていう頭しかなかったんです。そう、まあパ・リーグでロッテっていうふうにおっしゃってましたもんね。セ・リーグで、まあ、他の球団はないだろうなっていう。まあそうだね。まあ沢村投手が巨人からロッテに行ったシーズンもロッテ2位ですよね、確か。で、本当にここぞという場面で、いや、まあ井口監督の使い方がうまかったな。最初こう奈良新天からしていくかなと思ったら、もういきなり厳しいところからドーンと使って、沢村を信じたというね、まあそういう使い方して、まあその気持ちに応えたという。起用だったんだけども、まあ投球だったしね。やっぱり人間ってさ、まあ試運転も大事かもわからないけども、やっぱお前の力が必要だということを言われながら、使うところが全然違ったら、ちょっとみたいな思っちゃうよね。そうですね。ちょっとまあでも最初から井口監督が、まああの時っていうのはもう大事な場面からドーンと突っ込んでいったからさ、だからまあそれで成功して乗っていけたというね。それがメジャーにつながったということもあるし、力はあるピッチャーだよ。だから取っかかりさえね、まあ最初さえこういいスタート切れれば、まあ、日本球界に、まあ、戻ってきてね、久しぶりに、まあ、成績は上げるだろうっていうふうには思ってるけどね。でロッテ側とすれば、やっぱりそのピッチャーでオスナ投手が、まあ、ソフトバンクに行ってしまったと。で今、まあ、増田投手がいると、どういう使い方になってくるんですかね。増田の力っていうのが多少落ちてるのかなっていうような感じがするんだよね、全盛期よりかは。まあそうだね、でだから、まあ、沢村が良ければ、まあ、そのオスナの代わりに、まあやってくれっていうこともあるだろうし、じゃあ一番後ろに回るっていうことも、でまあ昨年東條というピッチャーが、まあ、実績を上げたようにね、まあこのピッチャーがより安定するんだったら後ろでもいいだろうし、だからロッテの中継ぎ陣って割と豊富にいるんだよね、みんなが揃えばね。あそこは一番良くないのは、誰かが出てきたら誰かが怪我するとかさ、だから揃わないんだよね、なかなかね。だから揃った時にはやっぱこう相当な投手陣はいるわけよ。だからまあ吉井監督になる、ピッチャーの監督になるっていうところで、やっぱピッチャーの人たち、選手っていうのは、まあ、相当緊張感を持ってると思うよ。そうですね。だから俺は今年は揃い踏みすると思う。例えばじゃあ沢村投手の方が調子が良ければ、増田投手は例えば8回で9回沢村投手とか、そういうことももちろんシーズン中に。いや、それはもちろん。いや、それはキャンプの時に組み立てると思う。だからそのやりながらシーズン中にこう組み立てていくんじゃなくて、組み立てた形である程度スタートをしていくという。豊さんだったら沢村投手どういうふうに起用します？いきなり抑えっていうのは怖いよな。やっぱ制球に難があるピッチャーだからさ、ちょっと一番後ろっていうのはちょっと怖い。いや、だからその1イニングを任せるかどうかっていうのもわからない。もうワンポイントでここって言ったところに沢村っていうのを差し込んで、もう一人でもいいから抑えてきてくれみたいな勢い。このバッターさえ止めてくれたら勢いが止まるっていうようなところで、まあヤクルトで言えば田口みたいな。そう、田口は制球がいいよ。制球がいいけど、まあ、沢村っていうのは田口の制球、沢村の球威っていうのを考えたら、まあ、双璧とすれば、やっぱこうロッテの沢村は勢いでそこを切ってきてくれみたいな。だからね、あの手のタイプって責任は与えなきゃいけないけど、形を決めちゃうと俺飽きが来ると思うんだよ、沢村投手は。刺激を与えた方がいいですか？そうそう、刺激を与え続けないと飽きが来る。だから例えば今日はピンチで行ってきてほしいとか、今日はここだけ抑えてほしいとか、なんかそういうふうに、まあそうだね、メリハリというか、だからサラリーマンができないタイプの人間で、はい、でまた会社行かない、今日も行くの、同じルーティーンという、今日は休みたいみたいな。いやいや、この1時間だけここだけでいいんだよみたいな言ったら、行きましょうかみたいな、はい、そういうタイプなんだよ多分、はい、多分そういう性格の持ち主だと思うんだよね、はい、だからコツコツタイプじゃなくて爆発でいきたいタイプだ、ね、そんな感じしない？はい、します。とにかく剛速球でパンパンパンっていう、これが1人でもいいんだよ、よっしゃみたいな、三振みたいな、もういいのみたいな、はい、いいよじゃあ降りましょうみたいな、うん、で今日はイニングまたぎしちゃったみたいな、はい、行きますよ、絶好調ですよ。まあなんかそういうメリハリが俺は沢村を生かすコツかなっていうふうには思うけどね。だから決めない方が俺はいいような気がする。決めるのはまあ例えば東條であったりとか西野であったりとか、まあ増田であったりとか、まあそういう人間っていうのはこう決めてもいいと思うけど、そこら辺に例えば東條が今日悪い、沢村行けみたいな、おっしゃみたいな、俺はブルペンで肩作ってたっけみたいな、そんな感じでもいいから。ああ、そうなんですね。沢村投手のなんかそのぐらい危機感を与えた方がいいような、そんな感じがするけど、彼にとってのまあ刺激という意味で効果を表すかもしれない。この沢村投手もロッテ加入によってロッテの今シーズンの順位っていうのもやっぱりどうなんですか？いやー、これはね、沢村一人で順位は決まらない。投手陣はそんなに悪いわけではないしね、はい、やっぱり問題はいかに点を取るかだから、そこら辺がそのピッチャーの監督になって、いかに点を取るっていうのはすごく難しい作業かもわからないけども、多分ピッチャーから見て嫌なことをしてくるだろうなっていう、バントなんていうのはあんまりしないだろうし、これをバンバン走ってくる可能性だってあるし、相手にとって嫌な攻撃は仕掛けると思うけどね、まあそれが点になるかどうかっていうのは分からない。まあ昨年はやっぱホームランがものすごい低かったから、起死回生みたいなゲームもなかなかできなかったし、そこら辺で新しい外国人が打ってくれるのかどうかっていうのはまだ未知数じゃないですか。だからまあ沢村が1人入ったからって順位がどうのこうのっていうことよりも、順位を考えるんだったら野手がどのぐらい点を取ってくれるかっていうことを考えた方が、まあ順位としては変わってくるだろうなっていうのは思うけどね。あと巨人組から結構入ってきましたね、ロッテ。メルセデス投手、トランボ選手で、沢村投手もまあもともと巨人なので。そうだな。はい、そうなんですよ。まあ楽しみだね。はい、楽しみだなって、そういうところはありますけどね。まあメルセデスな、まあ楽しみだね。まあポランコがやっぱこう守備にはつけないだろうな。あの風であれじゃ無理だと思うよ。まあ DH だったら大丈夫だけどね。だからまあそういう意味ではメルセデスもポランコもすごく愛されキャラだから。だからまあチームに馴染むのも早いだろうし、まあそこら辺はやっぱこう楽しみだよね。そうですね。そしてね。で日本のやっぱ実績を持った外国人がいてくれるっていうのは心強いよね。安心です。見えますもんね。そうだね。沢村がね、逆輸入で戻ってきたけど、まあやっぱね、応援したいよね。ワイルドな風貌でマウンドに上がるのが美馬がいるからね。美馬も後輩だから沢村。そう、あ、じゃあ多いですね、結構。まあ結構アジアもそうです。結構多いから。まあまあまあ、でもまあ一回ね、まあ馴染んでるし、はい。まあそこら辺はすんなりチームに戻っていけるでしょう。ね、期待してますよ、沢村。はい。ね、はい、頑張ってください。